お疲れさん。すみません、ありがとうございました。まあまあでもさ、ナイスプレーだよね。プレーは良くなかった？そうですね、ノーバーディーなので、そこがちょっと。ああ、ほうかほうかほうか。欠点ですね。まずさ、こう、山さん前半、ちょっとこう、ほら、はい、大きなミスはなかったけど、ちょっとあんまりグリーン捉えられなかったり、寄せれてない。ね、しのいで、しのいでからの、はい、まあでも、なんかうまくしのいで、この16番まで、はい、ああ来てんだなと思ったの。どうでした？2回目かな、ね、初めてなんです。初めてか、初めてだ、はい、どうでした？初めてのこういうサバイバル、楽しかったですね、最初が一番緊張して、あとはあんまり緊張感はなかったんですけど、こうパーでもサドンデスなったり、バーディー取らないと脱落しちゃうので、もうちょっとしっかりパター打ってないと、厳しいですね。今日見ててさ、多分井上さんのさなんかの、ま、ショットが曲がらないというのはもちろん持ち味なんだろうけど、パターとかやっぱアプローチはなんか武器なのかなと思ったんだけど。あ、小技は好きです ね、飛ばない分する回数も多いので、非常にこう上手な選手だなと思います。どうですか、これストロークプレーとこの、このマッチプレーというか勝ち抜き戦、また違いますね。こう全然雰囲気も違いますし、こう、ボギー打っても最初の方は、生き残れたり。ああ、そうだね。でもやっぱりこう最終的にはバーディー取らないと厳しいから、ストロークよりも難しいのかなっていう。そうか、相手のプレーを見ながらね、やっぱ、自分のプレーになるから、そうか。この後の試合はどうなんですか？しばらくないですね。今年出れてないので、まあ一緒だよ、おじさんも。まあまあじゃあ、これから QT もあるのかな、秋に QT があります。秋が、QT だ、ね、じゃあ来年。なんかさ、今日さ、10人 の、 その若い子の女子プロを見てさ、ああこの人たち上手な、まあ朝の練習場からね、まあ本当に上手だなと思ってた、なんかいつこの人たちが実話に上がってもなんかすぐ活躍しそうだなっていう10人だったっていう、これお世辞じゃなくてね、すごくこう印象だったの。どうですか、これから、だって、まあもちろんね、29歳だった最年長、今回、美穂ちゃんと私が。あ、そうかそうか、ね、まだまだこれからいっぱいチャンスあると思います。どんな、やっぱ優勝とか、ツアーで優勝とか。そうですね、今、だよね。やっぱりあの、両親にも恩返ししたいので頑張ります、泣けるね。いやいやいい子だ。あ、そうだ、お父さんお母さんゴルフするの？いや、しないです。あ、しないの、全然母はゴルフ知らないです。ああ、そうなんだ。試合は見に来てくれるんですけど。ああ、じゃあ応援はしてくれてるんだね。はい、まあ、じゃあお父さん、母さんには親孝行だもんね、自分のプレーで頑張ることがね。そうですね、まず頑張んないと。わかりました。休憩頑張ってさ、おじさん見てるから。ありがとうございます、ね、あのどんだけ強くなっても宮津さんは宮津さんだからね、はい、そこは約束だよ。ありがとうございます、はい、頑張ってください。ありがとうね。ありがとうございました。